白谷怪談、白谷の世界へようこそおいでをいただきました。怪談師の白谷でございます。今宵は死してなお膨らみ続けるというお話。今から31年前のとある出来事を契機に、ハンドルネームでラビーさんという、今度50歳になった男性は、さまざまな心霊体験をなさるようになったそうです。31年前、当時埼玉県にお暮らしだったラビーさんは19歳、多感な青年期でありまして、日々のお暮らしは何をしていてもキラキラと輝いて味わい深いものだったでしょう。その頃、仲良くしておりましたご友人と2人で原付のスクーターを買いましてね、時間ができるってとどちらからともなく声を掛け合って、あてもないツーリングに出かけては楽しむなんというのが一つ趣味だったそうですけれども。おいラビー、ん、この後なんかあんの？いや、今日何もない。マジか。じゃあちょっと走る。おお、いいね。どこ行く？いや、どこ行くってのは決めてないけど、まあいいんじゃね、適当に。おお、行くか、なんてんで。その日も夕方近く、二人して原付のスクーターにまたがると、どこに行くともなく気持ちのいい風を浴びながらのツーリングでありました。まあせっかく走るわけですから、これはいくらか郊外の方がよろしいだろうってんで、街中を抜けてしばらく行って、ただまあ行く当てが決まっていてのツーリングじゃございませんし、家を出てからしばらく経ったな、そんなことを思っていると、行く手の先に中川という大きな川が見えてまいります。橋がかかっておりますが、それが見えてきた頃、友人がちょっとあそこで休憩しようよと合図をよこしました。ああ、ちょうどいいな、頃合いだと思いましたから、ラビーさんも承諾をいたしまして、ちょうどこの中川の橋のたもとにスクーターを止めて、で自販機か何かでジュースを買い込んで、で二人その止めてあるスクーターにもたれかかりながら、ジュース飲み飲み、たいもない話をしてた。そろそろ夕日がだいぶ低い位置に参りまして、お天気はよろしゅうございます。そばで流れる中川のその川面に最後の日が照り返しまして、キラキラと、それは美しい景色で、何の話をしていただろうか、とにかく楽しくやっておりました時、このご友人がふと川べりに目線を向けると、その川縁のところにテントが一つ張ってございまして、でそのテントを見ながら、あれ？あれ？とこうやっております。どうしたの？あ、いや、違うかな、なんと言っておりますと、やがてテントがバサッとめくれて、中から年配の男性が一人姿を現した。するとご友人が、あ、やっぱりだ、おじさん、と声をかけた。すると今テントから出てきた男性が、おおい、とこう手を挙げて、お二人はどうやら知り合いだった模様です。え、何、お前知り合い？ああ、そうそうそう、おじさんこんにちは。いや、あのね、すげえ面白いおじさんなんだよ。あ、いい、いい、紹介する、紹介する。え、俺？いや、いいよ、いいって、いいって。いや、マジで話面白いんだから、 おいでおいで、行こう行こう行こう。言われるままについていきます。おじさんこんにちは、元気そうだね。
いやー、びっくりしたな、こんなところで。お前何やってんの今。あ、俺？あ、こいつダチなんだけど、一緒にツーリングの最中。ツーリングだ？勉強もしねえで。いいな、お前、大層なゴミ分だ。いや、おじさん、だ何してんのここで、なんと。ラビーさんそっちのけで、二人はわっと話盛り上がってございます。紹介すると言ってくれてはいたけれど、いや、紹介らしい紹介をしてくれるでもないしな。どうしようかなと思ったんですけどね。まあ今考えりゃ、俺ちょっと用があるとかなんとか言って帰っちゃえばよかったんですけどね。なんかタイミングというか間代わりっていうか、わかります？ありますね、そういうことね。なかなか言い出しづらいですわね、帰るってな。いや、そうなんですよ。かといってね、話聞いてても何の話してんだかちんぷんかんぷんだしね。かといってぶっちょうずら下げてむすっとしてりゃなんとなく場がね。だから大して分かってもいないんですけどね、中途半端に合図中打ちながら、なんとも奇妙な30分ぐらいいたんじゃないですかね。よく耐えましたな、30分も。もうそろそろ嫌気がさしてきた。どうにか帰る手立てはないかな、なんと思っておりました時に、前で話していたその友人がふっとこちらを振り向いた。何か言おうとしたんでしょうが、次の瞬間カッと目を見開くと、ラビーさんじゃありません。ラビーさんの後ろに一点。どうした？あれなんだ？と指を指した。あれ？あれってなんだよ？とラビーさんひょいっと振り返った瞬間、スーッと頭の中が真っ白になった。なんだあれは。振り向いた後ろです。中川に架かっております大きな橋、その一本の橋脚の前に大きな女が立っている。大きいったってもね、いや、つまり人間の寸法で大きいんじゃないんですよ。へ？川の中に立ってる橋脚ね、水面からでもまあ上まで 4,5 メーターぐらいあるんじゃないかな。その橋脚と同じだけの大きさがあるんです。 4,5 メーターあるってことですか？そう、服着てなくてね、髪の毛が長くてうつむいて立ってんですよ。足は水面の上にあったのか水の中にあったのか、とにかくあんまり印象が強烈でね。いや、その女の顔がね、顔、4,5 メートルあるというその橋脚にもたれかかるようにして立っていた女、その表情は憎しみとも悲しみとも苦しみともつかない、ただどこまでも暗く、見ているこちらまで骨の髄まで冷たくなるような、何かそうしたうつろな表情だった。二人とも目の錯覚かと思って何度も目をこすって見直すけれど、依然その女はただ黙って立っていた。よくよく見ればその女の体が透けて後ろの橋脚が見えていたそうですが、
あっけに取られるというのはこのことで、それが数十秒だったのか一分だったのか、日暮れ時でありましたから傾いた日の光、一瞬明るさと暗さが変わったという時に、これまではっきり見えていたその巨大な女の姿はすっとごく当たり前に消えてしまった。消えた途端、自分たちの胸の内にはそのしんとした暗い感情が流れ込んできて、同時にドキ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 と心臓が早まって仕方ない。なあ、うん、今日帰ろう。そうだ、そうだな、帰るか。おじさんごめん、帰るわ。それ以上ツーリングを続ける気にもなれず、二人は帰路に着いた。ラビーさん一刻も早く安心したかった。急いで家に飛び込んで、トン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 バタン。自室に入ると二段ベッドにゴロンと身を横たえた。一体さっき見たのは日暮れが見せる幻であったか、いやそんなはずはない、確かに見た、あれは一体何だと思いながら、よほど疲れていたのか、そのまますっと泥のように眠りに落ちてしまったそうです。眠りに落ちてどれほどの時間であったか、ラビーさん夢を見た。真っ暗なんです。真っ暗な夢。目を開けていても前も後ろもわからんのですよ。どこだろうと思っているうちには何とも言えない不安というか、ここから出なきゃってそんな思いに駆られましてね。そうすると、その真っ暗な夢のどっかでポーって音が聞こえる。何の音ですかね、わからないです。ただその音がだんだん近づいてくる。あ、いけない、この音に捕まっちゃいけないと思って、それで無我夢中で、とにかくこの夢から抜けなきゃ抜けなきゃと思うんです。夢の中で相当にあがいたんでしょう。ラビーさんはうなされた。必死の思いが通じてか、その嫌な夢から解放されて、カッと目を開いた瞬間、せと全身の毛穴が縮こまるのがわかる。せっかくあの嫌な夢から目覚めることができたのに、ラビーさん、目を開けなければよかったと思った。今目を開いたその先に、あの女の巨大な顔がじっと自分を見下ろしていた。忘れようにも忘れられないですね。天井全体にあるような大きな顔だった。つまり天井を背にするようにしてね、真上から僕のことを見てた。あの川べりで見た時と同じ顔でしたよ。ああ、今見ていた真っ暗な夢ってのはこの女の心の中かと思いました。
憎しみとも悲しみとも苦しみともつかないただただ暗い、どこまでも冷たい顔で、そうしたらね、いや変な例えですけどね、見ているうちにその女の顔に吸い込まれるようなそんな気がしたんです。だから俺、と声を出した。切な女の顔はすっと消えてしまったんだそうです。以来ラビーさんは、今今度この50になる年まで、さまざまな心霊体験をするようになったそうで、間違いなくあの女がそのきっかけなんだとお話しされます。しかしその 4,5 メートルもあるような巨大な女ですからな、これはひょっとすると妖怪もののけ化粧の類じゃないかと、そんなふうに申しましたら、いや、あれはやっぱり妖怪とかじゃなくて、もっと生きていた人間の霊だと思います。そうですか、まあ、4,5 メーターもあったんですからね、なんでって言われると説明難しいんですけど、妖怪じゃない気がするんです。そもそも一人の女のものなのか、いろいろなものが集まってでそれだけ大きくなったのかも分かりませんけど、せいでも元は生きた人間のこの世をさまよう霊があんな風に大きくなって、いや俺は確かに今でもそう思うんです。ラビーさんとご友人が見たその女というのは、ラビーさんがおっしゃるように元は生きた人の霊魂なんでしょうか。だとすればそれだけ悲しい苦しい真っ暗になってしまうほどの何かが今もまだ大きく膨れ上がっているのかもしれません。今宵も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いを申し上げます。あっという間に10月が終わっていきそうなというようなことでございます。くれぐれもお風邪など召しませんように。また来週お目にかかりましょう。またねー。